み合ってください。川崎北高校シートノックを始めてください。質問はただいまより田中さんです。ただいまから第104回全国高等学校野球選手権神奈川大会第2回戦、本日の第2試合、川崎北高校対鶴見大学附属高校の試合を行います。試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びにインプレームをお知らせいたします。先攻川崎北高校、1番サードの長原君、サードの長原君、2番ショート石井君、ショート石井君、3番ライト佐藤君、ライト佐藤君、4番レフト原田君、レフト原田君、5番ファースト香取君、ファースト香取君、6番セカンド石原君、セカンド石原君、7番キャッチャー小原君、キャッチャー小原君、8番ピッチャー今津君、ピッチャー今津君、9番センター飯田君、センター飯田君。対します高校鶴見大学附属高校、1番セカンド小島君、セカンド小島君、2番レフト岡本君、レフト岡本君、3番ファースト隅田君、ファースト隅田君、4番センター柏木君、センター柏木君、5番サードの松下君、サードの松下君、6番ショートの高野君、ショートの高野君、7番ライトの西澤君、ライトの西澤君、8番キャッチャー大橋君、キャッチャー大橋君、9番ピッチャー森川君、ピッチャー森川君、審査員は球審池田、球審池田、一塁鈴木、一塁鈴木、二塁藤川、二塁藤川、三塁江藤、三塁江藤、以上4試合でございます。なおこの試合のアナウンスは横浜ひとり大高校野球部のメンバー渡辺椿が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。
あ、ここだけ。